平成3年台風第9号は、1991年7月に発生し、九州地方を中心に、強風や大雨による被害をもたらした台風である。進路図1991年7月22日3時に、フィリピンの東の海上で発生した弱い、熱帯低気圧が西北西へ進み、24日には台風9号となった。 台風は勢力を強めながら北北西に進み、27日21時には沖縄地方のすぐ再開場で最盛期を迎え、中心気圧940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速40メートルという中型で強い勢力となった。台風は強い勢力を保ったまま27日から28日にかけて、 沖縄本島と宮古島の間を通過した後、東シナ海、九州地方の再開場を北上し、五島列島の再開場から北東進して、29日15時頃に、津島を通過して、日本海へと抜け、同日17時頃に、山口県下関市の北西 150km の地点に達した。その後は、日本海で次第に勢力が衰えて、三十日十一時には、 日本海の北部で温帯低気圧に変わった。この台風により、九州地方の全域と山口県が暴風と大雨に見舞われ、下関市では29日14時に最大風速秒速18.4メートル、同日18時10分に最大瞬間風速秒速38.4メートルをそれぞれ記録したほか、山口市では29日の最大日、 降水量が114.0ミ、mm、リメートルに達した。長崎県や佐賀県、福岡県を中心に、九州では大きな災害が発生した。日本ではこの台風により、死者、行方不明者6人、負傷者39人の人的被害に加え、全壊、流出5棟、半壊、一部破損59棟、床上浸水576棟、床下浸水896棟、 被害総額101億円などの被害が確認されている。さらに、農業や漁業関係などでも被害が生じ、農業関係は、梨やリンゴなどの果実の落下、レンコンの傷塚、水筒の倒伏、ビニールハウスの倒壊、塩風害などが発生した。また漁業関係では、小型底地網の流出、中間育成施設からのアワビ2万個の流出の被害があった。 ありがとうございます。